グラインドになんかすごい似てるんですよこれめちゃめちゃ似てるっす。いやなんかでも良かったですね、はい、そのお言葉。これキャラウェイさんの方がはっきり分かりますけど、はい、はい、映りますかね。後ろの方が少年のようになんかずっとやられてますけど、ね、いいですよね、はい、もう僕のことは気にしないでください。あの一ファンですからね。そうですよ、ね、その60度だけでアプローチする人もいますし、例えばアマチュアの方だと場面によってピッチングとか9番とかも、まあ、使うと思うんですけど、そうですね、はい、せっかくまあこれだけあるんで、例えばなんかじゃあ転がしの時にあんまりそのすごいランニングアプローチとかやってるイメージは今ないんですけど、やりましょうか。そうなんかその何を気をつけてるかとかなんか聞いてみたい。実はあれですよね、ジュニアの頃ランニングやってたんですよね。そうそう、ジュニアの頃はもう本当に低いのバンバンバンっていうのをやってて、これもね言いたくないですけどね、できたらね。でもまあ今日はしょうがないんで、まあ、じゃあもしかしたらあのメンバーさんのみになるかもしれない。あのここでのテーマはランニング、はい、はい、まだ一発も打ってないですけど違うこと。54度、54度、54度であの奥のピンで、奥のピン、うん、例えばじゃあこう見てる方で、うん、基本54度とか56度、うん、でしかアプローチしないんですよねっていう人に向けての、はい、ランニングアプローチの、はい、こうアドバイスお願いします。いやそうですね、まあ、まずはこれまあ寄る寄らない置いといての話なんですけど、ランニングアプローチって簡単なイメージあるじゃない、うん、だからそのショットで言うとというふうにされてますよね。ありますよね、はいはい、おそらく多分皆さんが思っているよりも簡単じゃないショットだと僕は思ってます。あ、実ははい、このランニングのやり方、これ人によってすごい個性出るんですけど、例えば石川遼のランニング系のアプローチっていうのはファーストバウンドにスピンが入るランニングアプローチなんですよ、うん、例えばですけどね、はい、まあ最初の方にヘイスピンが入る、でそれをほぼほぼ入らせないようなショットもあるんですよ。なるほどなるほど、はい、でおそらく入らせないショットは多分イメージないかなって感じは多分遼なんかあると思うんですけど、うん、一般のアマチュアの方がやったときにこれ両方出ちゃってる人がいるんですよね。あ、むしろランニングの方がスピンコントロールが難しい。はい、だから実はそんなに簡単じゃないんだよということですか。はい、だいぶ私も IQ 高くなりました、はい、うん、今のなんかすごい鋭い、はい、で、じゃあ一回試しにちょっと打ちますね、まあ、あのピンに寄せるどうこうというよりかは一番奥のピンですね、はい、はい、同じ感じの力感で頑張って打ちますけど一発にはちょっと飛ばないかもしれないです。簡単に見えるな、はい、まあ、こんな感じの。これはどっちですか。これはどちらかというとスピンが最初に入っている感じの、まあ、54度なんで、あの逆にそうやって上から打つ人とかは意外と向いてはいます。だこれを58とか60でやると結構難しいんですよ。すごい止まっちゃったり転がったりとかっていうのが出てくるんで、ある程度そういう打ち方をしたいよっていう人はスピンコントロールするにはちょっとロフトが立ってる方がいいのかなと。ただその分キャリーがちょっと出づらいんで、そこの管理がちょっと必要にはなってきますね、はい、だからこれ54度で今少し僕上から打ってる感じのショットなんですけど、その真逆をやった場合はこれ54度めっちゃ飛ぶんですよ。いわゆるスピンが入らないような打ち方、はい、すると、そうすると僕の中では54度の今の打ち方と58度の転がす方の打ち方ってほぼ同じぐらいにいくんですよ。なるほどなるほど、はい、でじゃあ一応もう一個いきますね、はい、違うバージョン、違うバージョン、まあちょっと同じぐらいのイメージです。ちょっとこっちは飛んじゃうかもしれないです。はい、こうなるんですよ。今同じ力感で打ってます。本当だ、こんくらい差が出るんです。でこれを今じゃあどうやってやってんのかっていうのが結構大事になってくると思うんですけど、これも先ほどやったスピン量を減らす方は落としなんですよ。はあ、僕は普段から多分あの1球目の感じで、これ58度で多分寄せるって
まあまあ難しいと思うんですけどね、あの量の打ち方の感じで。うまあ、今日ちょっと弱いですね。いやいやいや、もう十分ですよ、うん、うまあ、今日ちょっと弱いですね。いやいやいや、もう十分ですよ、うん、どちらかっていうと、でも今のってなんかピッチエンドランっぽい感じのイメージですよね。あ、ランニングっていうよりかは今のは、まあ、それなりにちょっと確かにキャリーも出ますもんね、フォアだと、はい、これアマチュアはどっちがあれなんですか。僕なりの意見でいいですか。はい、石川式は難しいです。ちょっとこっちの方が難易度が高い。難しいです。うん、はい、あの相当当て感がないと。で基本、うん、落とすやつは簡単なんですよ。なるほど。はい、今のもちょっと多分落としてくれたと思うんですけど、はい、今まだちょっとちょっと甘いですよね。まだ甘いですか。でこれが、うん、はい、もうちょっとこれがこの形キープしたまま、そうそう、そうするともう乗り感全然違うでしょ。あ、全然スピン量違う、はい、あそこからスーッと前にめっちゃ伸びる、はい、さっきより高いのにスピンが入んないで伸びる。58ですもんね、はい、しかもこれが分かればフルショットでこれやったらアゲンスト大丈夫だよみたいな感じ。そういうことか。そうそう、その感じで。石川プロ、石川プロは、はい、うちのチャンネルのメンバー登録もご検討されている。本当ですか。はい、本当ですか。もちろんそうだって。だからこのチャンネル見てる方を上達させなきゃいけないんです。そうですよ、確かに。僕も視聴者なので、はい、でも多分今打ってる感じ見てても多分球の転がりとかも全然違いますし、うん、まあね、本人多分打ってる感覚がだいぶ違うっていうのはもう分かってると思うんですけど、で球がやっぱ柔らかいのに前に伸びる感じがあるね。そう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 、スーッとちょっと前に行くよね。でなるとこう柔らかくても大丈夫だよとか、やっぱ落ちてからの球の挙動が全然違う。だから同じこうランニングでもいろんな種類があるんで、うん、なるほど、はい、ちょっとこうか、うん、ああ全然違いますね。全然違いますね、うん、うん、ああ全然違いますね。全然違いますね、うん、だからライがちょっと悪かったりした時とかでもこういうのを有効ですね。打ってった方がその距離感がブレづらいね。量もよく言ってますけど、100回やった時にどうかってやった時に、はい、絶対こっちの方が期待値高いと僕は思ってます、うんうん、そう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 。ちょっと石川プロ、こう見てるアマチュアの方に今打ってるのこういう風に構えてこういう風にやったらいいよっていうのちょっと結構そのそっちから見た感じが、2人の先生のあれってめちゃ贅沢なレッスンですね。そうですね。めちゃめちゃいいっすね。いいね。いいっすね。これはちょっとパターンに近い感じ、うん、いやもうほぼパターンですよね、転がり方が、うんうん、はい、でまあ、この辺がまず基本なんですよ。なるほど、はい、ここから同じ今のランニングでもめちゃめちゃ種類があるんで。出ました、はい、まあ、大丈夫ですか。尺的にどうか分かんないですけど非常に今やってるスイングとかとも相性はいいんで、うんうん、いいランニングのやり方なのかなとかっていうふうにはちょっとまあ思ったりはしますけどね。うん、はい、例えばですけどボールだけヒットするっていうのがより簡単になると思います。すごい、はい、うん、めちゃうまい。アンダーパーゴルフクラブ、このチャンネルではですね、僕の得意としている、ウェッジを中心とした、内容になっております。チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。